あ、起きた。大丈夫？桜井。今、おっぱい見てたでしょ。見てた。素直でよろしい。結局こっそり撮ったのに消されちゃったね。クラウドに上げておいたから問題ない。抜け目ない。ダウンロードしとこう。風間くん。お。どうして今日来てくれたの？お正月は家でがっつりゲームするって言ってたのに。別に。桜井いろんなやつに誘われてただろう。その中で冴えない俺を呼んでくれたのが嬉しかったし、元旦を一人で過ごすより桜井と過ごせたら楽しいだろうなって思っただけだよ。そっか。そんな感じ。風間くんずっと乗せてたから凝っちゃった。飲み物買ってくるけど何がいい？じゃあお茶のあったかいやつで。わかった。ねえねえお兄さん。さっきのお姉さんとどういう関係なの？え、会社の同僚だよ。同僚？友達ってこと。本当？付き合ってないの？うん。お兄さんはお姉さんのこと好きなの？え、まあ好きだよ。俺には高嶺の花だし、どう思ってるか知らないけどね。はあ、お兄さん、じゃあこれ、これ見て。問いカメラ。ただいま。あら、かわいい子。おかえり。お兄さん、早く見て。あ、わかった。あ、何？なんか怪しいわね。ああ、桜井。見たの？え、風間くんはこれ見たの？いや、見てないけど。絶対ダメ！絶対見ちゃダメだから！何がそんなにダメなの？何でもだよ！うまく撮れたのに。撮っちゃダメ！消しちゃう！